こんばんは、パーソナリティの小林美幸です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。今夜は東京の議員会館とレディオビンゴのスタジオを結んでお送りします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、9月も半ばとなりましたけれども、ワクチン接種の方も着々と進んでいるようなんですが、はい、少し前なんですけれども、あのワクチンのモデルナに異物を発見したというニュースがあって、少しですね、はい、ロットナンバーが当たったとか違ったとか、そういった話題も身近であったんですけれども、こういった異物を発見した場合の対応っていうのが打ち出されてますよね。今日はそれを少しご紹介いただければと思います。はい、あのまずはですね、このニュースが流れてご心配になった方もいらっしゃると思います。ご不安をおかけして申し訳ないです。そんな中でですね、どういう対応が行われているかということについてまずお話をしたいと思います。はい、異物については実は2種類ありました。はい、1種類目はですね、これが先にニュースになったんですけれども、うん、ちょっとこう金属っぽいものが浮いているのが見えるというお話があって、はい、でこれメーカーであるモデルナにすぐ確認をしてですね、一旦利用中止をして確認をしたところ、特定の工場で作られた3種類のロットナンバーのものについてですね、はい、この製造過程の中でですね、工場のその封詰めをするようなところの機械の一部金属がですね、削れて入ったんではないか、うん、まあ、こういう話があったので、すぐ利用を止めました。はい、で実際にこれ探しやってみるとですね、成分も分かりましたし、この成分自体金属なんですけれども、実際に医療器具としても使われているような金属の種類だったので、はい、今回筋肉注射ですから、これが筋肉の中にですね、非常に微量に入ったとしてもですね、特段すぐ健康被害が出るようなものではないというふうに確認をされています。はい、でもし何かですね、ご心配なことがあったら、厚生労働省の窓口の方に連絡先あるので、ぜひここにご相談くださいというふうにさせていただいています。でもこのロットナンバーについてはですね、使用停止をして、もう別の新しいものにですね、切り替えているところです。でちなみにこの特定のロットナンバーのモデルナはですね、衆議院の職域接種でも行われていたので、私の同僚の議員とかですねからも心配の連絡をいただいたというのも実際にありましたけれども、今そのような状況になっているというのが一つ目の異物混入の話です。はい、二つ目は、はい、二つ目はですね、どちらかというとこうニュースになったのはこれ沖縄県でですね、このモデルの中になんかちょっとこう黒い異物があるように見えたということで、これでちょっと沖縄で使うのを止めましたということでニュースになったんですが、はい、これは実際中身を見てみると、この注射器を刺した後にですね、この出てきたもので、実際にはこれコアリングという状況なんですけども、はい、ワクチンのですね、バイアル瓶のところにこう注射針をギュッと刺して、うん、そこからワクチンを取って、注射をするということなんですけども、うん、この上から刺すところがゴムになってるんですね。うん、でこれを結構斜めから注射針を刺してしまうと、このゴムが削れてしまって中にゴム片が入るっていうのをコアリングと言っています。でこれは結構いろんな他のワクチンでも起こりうることでですね、これまでも実は過去あったんですけども、まあ、医療現場の皆さんからするとですね、あ、これコアリングだなということで問題なく使っていただいてたんですが、沖縄県の場合はですね、初めて、まあ、県の会場で見つけたので心配になってこれを止めたということなんですが、これについては全く問題ないということで引き続き使っていただいている、こういう状況になっています。はい、それで今これからですね、例えばそのモデルナのワクチンに何かこう異物を発見した場合にはこう行いますよっていう、なんかマニュアルみたいなものもできてましたよね。そうですね、各接種現場でですね、まず中を見ていただくと、接種を始める前に中を見ていただいて、で気づいたことがあったらですね、すぐ連絡をしてくださいということと、あとはこのコアリングが起こりやすいやり方というのがあるので、
できる限り起こらないようにですね、針をこう垂直に刺してくださいというようなことをご案内を各現場にさせていただいています。はい、では現場ではそういった時にはっていう方法などがですね、もう徹底されているということですよね。はい、そうですね、はい、やっぱりこのワクチン接種を進める上で国民の皆さんに安心いただけるように、うん、あらゆる情報、いいものも、そして副反応の情報だったりというものもですね、基本的に全部公開をするということをやっていますが、それとともにですね、やっぱり接種に関わる医療現場であったりとか、はい、行政の職員の皆さんにもですね、しっかり情報提供して、心配のないようにするということが重要だというふうに考えています。皆さんのご協力のおかげでこの8月末までもですね、非常に早いペースでワクチン接種が進んで、ほぼ約6割に近い方がですね、接種が完了してきていると。でこれがこのままでのスピードでいくとですね、だいたい9月末までも1日100万回ぐらいのスピードで打っていただいているでしょうから、そうするとだいたい全人口の7割の方がですね、1回目接種を9月末に終わるだろうと。これは世界の先進国の中でもですね、すべての人口、その国の人口に対して7割の方が接種をするほど接種率っていうのは実は上がってるっていうのはほとんどないんですね。アメリカなんかは6割ぐらいでこう止まってしまってます。そこからなかなかこう接種が進まないので、接種をしてない方で感染が広がったり重症化が増えたりっていうことが今起こってるんですけれども、日本はそれよりもさらに高いところに接種率がいくということが想定される。でこうなってきますと、世界でも有数のワクチン接種率が高い国になればですね、非常に安全な国であるというふうにもなれますから、これは経済の再開の出口っていうのがちょうどニュースに少しずつ流れてきてますけれども、10月末ぐらいにはですね、7割の方がもう2回接種終わってるでしょうし、その先も11月となっていくとですね、11月頃にはこの経済の再開の出口が見えてきていて、でその先にはですね、海外からもですね、安全に、国内も安全に過ごせる、そういう状況になってくると、また日本はですね、多くの観光で潤ったり、さまざまな経済活動がこう再開できるというのが見えてくると思ってます。これもすべて皆さんのご理解とですね、ご協力のおかげだというふうに思ってますので、引き続き情報はしっかり出してですね、皆さんに安心いただけるように進めていきたいというふうに考えています。若い世代の方々にも、ワクチンを打たれる方が多くなってきました。なんかフェイクニュースがね、出回るとすごく心配だと言われる方は、厚生労働省のホームページにもいろいろ書いてありますので、そちらの方をご覧になったり、また問い合わせをして、そして早くこのコロナが収束して、小さな子どもたちも守っていきたいですよね。さあ、パソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は高和物産カネソ22の提供でお送りします。サロンでトーク、今夜はガスガスング部店長の浜岡よしこさんをスタジオに迎えし、小林さんはズームでの出演となります。浜岡さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは、浜岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガスガスング部ということで、これはやっぱりスンドゥブ屋さんっていうことでいいんですよね。はい、その通りです。スンドゥブっていうのは、これ純粋な豆腐って書くんですよね。そうなんです。漢字で書くと純スンドゥブ、純豆腐ということで、優しいお豆腐っていう風な意味があるんだそうです。あ、優しいお豆腐っていう意味なんですね。はい、なるほど。もう豆腐で勝負っていう感じなのかなと思って強気だけど優しいって感じですかね強気だけど優しい個人的には豆腐大好きなんで、なんかこう豆腐で押されてるとこういいなって思って勝手に解釈してましたけど優しい豆腐だと。はい、優しい。はい、はい、これカスガスンドゥブってのはもういつからオープンされてるんですか？前衛としては昨年7月から瀬戸、リトル瀬戸内伏見町の方で毎週月曜日夜営業させていただいてたんですが、店舗を構えての営業というのは今年の2021年の3月31日、ちょうどこう吉時となるのが3つ重なった日ということで、オーナーがすごくこだわりを持ってその日にオープンさせていただいております。うん、春日のこれどの辺ですか？面白いことに実際の住所は南蔵王になるんですね。
あ、そうなんですね。そうなんです。私たち最初にあのお店を選んだ時に、あのみんな春日町だよねって思って、住所を確認する前にもう春日スンドゥブっていう名前がこう頭に入ってたので、実際の住所が南蔵王の5丁目って聞いた時にどうするって話になったんですけど、もうデザイナーさんもオーナーも私たちももう春日スンドゥブで固まってるので、はい、語呂合わせもいいですし、なんか音も良くないですか、なんかこう、うん、春日スンドゥブってもうこれでいっちゃって感じで店名は春日スンドゥブになってます。なるほど。でも住所は南蔵王の5丁目、はい、16-32ということで、あちらに鶏文社さん、鶏文社のコアさんがあるんですが、そのちょうど裏手になりまして、昔はあの25年ぐらいあのカプリというイタリアンがあったんですが、そちらのカプリさんの跡地に今構えさせてもらってます。しかしなんでスンドゥブ専門店をやろうと思ったんですか。あの、まあ、小林さんなどは東京にいらっしゃるのでご存知かと思うんですが、例えば東京スンドゥブって言って今全国にチェーンがあるスンドゥブの専門店さん、それからあの大阪ですとか、あと名古屋近くだったら岡山県の市内や倉敷、また広島市の方にも結構スンドゥブの専門店ってあるんですよね。ところが専門店があるってことはニーズがあるのに、福山にはその専門店がないってことはっていう意味では、まあ、ある意味こうニーズがあるんだったら答えるようなことができるんじゃないか。でまたオーナーですとか私たちもそうなんですが、いろんなお店にこう視察に行った時に女性のお客様が大変多いということに気づきまして、女性はやはり美意識が高い、食意識が高い、そしてこの女性がすごく来ているお店っていうのではあの流行るんじゃないかなと、求めている方が多いんじゃないかなということで、じゃあそれに応えるお店を作ってみようということで今回挑戦することになりました。うん、実際こうじゃあ女性をかなり意識したお店になってるっていうことですか。そうですね、あの外観を見ていただくと外には大きなあのスンドゥブの写真を載せたのぼりと、あとは当店のあのなんていうんですかね、ロゴですかね、ロゴを使ったのれんがお迎えをしてくれるんですが、一度お店の中に入るとここってカフェなのかなって思えるような店作りをすごくこだわって、女性の方がたった一人でもあのこういったお料理を食べに来やすいような空間作りっていうのをすごく意識して作っております。あの検索をして結構写真があのサイトだったりとかブログになったりして出てきてたんですけども、はい、確かにすごくカフェっぽいですし、こう席の区切りもこう大きくてもなんかこう2人用の席がだーっとこうカフェのように並んでいたり、あとカウンターで1人ずつこう座れるようになってるっていうんで、すごく少人数とか1人で入りやすい感じしてるんだなっていうふうに感じましたね。そうなんですよね、あのそこもすごくデザイナーさんたちともお話をしてこだわったところで、あのお二人でももしくは1人でも入れるお店っていうのを作ってます。特にあのカウンターに関してなんですけども、あの本当に1人の方が来やすいようになっていて、実際来てる方が一人の方、女性の方がすごく多いです。まあ、そういう意味ではなんかこう狙い通りっていうかなんですね。そうですね、やっぱりあのもうすごくそこはあの意識、私たちスタッフもそうですし意識して、あのそういった方が来れるようになって狙い通りになって嬉しいところではありますね。そうですね、これあのぜひそういう意味では女性の方に来てほしいという意味でメニューもどういう風なメニューがあるんですか。あ、はい、あのちょうど9月から少しメニューの改正はしていってるんですけども、まあ、基本的にはメインが今お話ししたようにあのお豆腐のもので、じゃあスンドゥブって豆腐だけと思うのではなく、あの豆腐チゲということなので辛い味になってますね。でそれをお一人ずつ食べれるようにこうちっちゃなお鍋で提供するような感じなんですけど、まあ、海鮮のミックスであったりとかって、海鮮をたくさん入れたものに、まあ、そのメインのお豆腐が入っている、お肉ミックスになるとお肉をメインで入れていってお豆腐が入っている。その他にもやっぱりあのニーズが高いのが豚肉のもの、豚スンドゥブですとか、男性陣にはやっぱりホルモンがすごく人気があります。だからカレーがあったりですとか、あと担々麺ってあると思うんですけど、中華であれをアレンジした担々スンドゥブ、
でそして面白いのはやっぱりあの辛いのが好きな方もいれば辛いのが苦手な方っていうのもやっぱりいらっしゃると思うんです。でそういう方 のことも考えて全く辛くないクラムチャウダースンドゥブということでとってもあの優しい白い色のスンドゥブっていうのも作っております。へー、これ全然なんかこう中身違うんですか、このクラムチャウダースンドゥブと普通のスンドゥブって。使っているのは海鮮クラムチャウダーっていうスープがあると思うんですけど、うん、あちらがアサリをメインで使った海鮮スープなので、はい、海鮮スンドゥブにすごく似てはいるんですけど、もっとお野菜を入れたりですとかお味の方が優しいあのクリーム味、生クリームを入れたりもして優しく作っているので、はい、少し、まあ、クラムチャウダースープがそのままスンドゥブになっているって考えてもらうのが一番分かりやすいかもしれないですね。あ、まあ、確かに豆腐合いますね、カラムシ。そうなんですよ、最高です。最高ですか、食べたくなってきました、ね、もうぜひぜひこれ今営業時間は何時何時ってなってますか。はい、通常の営業時間っていうのが、ランチが11時30分から2時30分14時30分まで、また夜は、18時から21時まで、それぞれ30分前がオーダーストップにさせていただいております。定休日ってあるんですか。あ、はい、定休日は、日曜日の夜と月曜日お休みさせてもらってます。じゃあ日曜はランチだけやってる。そうです、そうです。なるほど。これ駐車場があるように写真では見えたんですけど車で行けるんですか。はい、大丈夫です。一応うちの店舗を挟んで両隣に違うお店とあと塾が入っているんですけど、お店の前の6台分っていうのが一応うちの駐車場になってますので縦列駐車にはなってしまいますが、あの6台分は確保してございます。いやもう早速食べたくなってきましたねぜひぜひ福屋戻ったらぜひ食べに行きたいと思います。はい、ぜひ来てください。あの夜だ、まあ、お昼もいいんですけどお酒もありますし、うちがあの秋野グループから出してますのでちょっとしたノンアルコールカクテルにあのお酒についてもちょっとこだわりを持ってお出ししてますので、そちらも自信を持って提供できるかと思います。ちょっと辛いスンドゥブに合いそうですね。最高です。ハイボールとかレモンサワーとかも最高です。いや飲みたくなってきました。お酒好きですもんね。はい残念ながら最近全く飲めないのでああですよね。もう、はい、コロナが明けた暁にはじゃんじゃん飲んでいただければと、はい、早く明けるように頑張ります。お願いします。はい、あのお店でいただくのが最高なんですね、熱々で。でもあのテイクアウトしてもとっても美味しくいただきました。私はあのクラムチャウダースンドゥブを頂戴したんですけれども、お家でもですねちょっとだけ電子レンジで温めるだけでお店でいただくように熱々をいただけるので、今ねコロナ禍ですからお家でみんなで食べたいと言われる方はテイクアウトもされてるんですよね。はい、テイクアウトもございますので、ぜひあのお家スンドゥブということでお店と同じ味をね、あのひろなさんおっしゃったように少しあのお店で食べるのとは違いますが、同じようなものを提供できるよう頑張っておりますので、こちらぜひご利用いただければと思います。さあ、それではこのあたりでちょっとブレイクです。浜岡さんのリクエスト曲をお送りします。宮城道夫で6段。実は浜岡さんも琴を演奏される方なんですね。ではお聞きください。今夜は春日スンドゥブ店長浜岡よしこさんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでこの、まあ、女性にぜひ来てほしいということでしたけども、まあ、男性に人気のホルモンもあるよなんていうことなんですが、このお店どんな人におすすめしたい、このメニューがあるよっていうのはありますかね。そうですね、あのメニューはまあ先ほどね簡単にお話はしたんですけども、もういろんなメニューが本当に今9種類ぐらいありますので、うん、であと一つ本当にお豆腐が大好きという小林さんみたいな方でしたら、今あの純スンドゥブっていうメニューも作って、お豆腐だけでその具を入れない、もう純粋に豆腐だけのスンドゥブも作ったんですよね。これはあのうちのオーナーマスターのこだわりで、究極のスンドゥブやりたいって嬉しいですね、うん、嬉しいですね。いいと思います。豆腐もなんかこだわりがあるんですか、やっぱり。そうですね、やっぱりあのスンドゥブの主役は豆腐ですので、美味しい豆腐を使わないとということで、山手町にあります柿原豆腐店さん、うん、こちらの方のお豆腐を仕入れさせてもらってます。めっちゃ美味しいです。あ、そうですか。私豆腐大好きなんで、いいっすよね。なんかあのいくら食べても罪悪感のないっていう。そうなんです。あの特にあの食べたいけど
太りたくないっていう方もいらっしゃるじゃないですか、うん、そういった方には本当に食べて痩せれる、まあ、痩せれるって語彙がありますけど、あの太らない、それから、うん、きれいになりたい、あとはスポーツしてる方とか、はい、高カロリー低タン、高カロリー高タンパク そうですそういうのってとお豆腐ってもううってつけだと思います。うん、あとはあの唐辛子を使ったお料理ですので、カプサイシンたっぷりなので発汗作用ですとか、あと抗酸化作用であったりとか、もう健康にもすごくいいので、健康に気遣う方、自分の体型保持を考える方、スポーツされる方、そういったもう結局もう全ての方におすすめできるっていうのがあるんですが、そういうことを特に意識されている方っていうのは、あのスンドゥブっていうのは最適なお料理ではないかなと思っております。いや本当に私豆腐好きなんで、豆腐にですね、ちょっと辛いスープが合うんですけど、唯一心配なのは辛すぎるとちょっと無理だなって思うんですけど、これ辛さの調整とかってできるんですか？そうなんですよね、まあ、基本的にスンドゥブっていうのが唐辛子から作っているタテギというオリジナルでね、どんどん研究をして作った味の要のタテギがあるんですけど、こちらに唐辛子は入っておりますが、調理をする段階で皆様に辛さを選んでいただけるようになってます。基本の辛さであったらもうゼロ辛で、それから 1,2,3,4 と合計5段階で辛さを調整させてもらいますので、辛いのが苦手だけど食べたいという方はベースのゼロ辛にされて、すごく辛いのが好きな方っていうのは4辛でもいけると思います。辛さに特化しているお店ではないので、優しい旨辛を目指してますので、美味しくて辛い、そんなスンドゥブ屋になれたらなって思って日々精進しております。じゃあお子さんとかでも気軽に食べれるっていう感じの辛さなんですかね、ゼロ辛だと。本当にちっちゃなお子様だったら、ね、お家によって辛さっていうのは分からないんですけど、不安な方はやっぱりクラムチャウダースンドゥブが一番おすすめではありますが、興味があるんだけどっていう方だったらゼロからで行かれてみてもよろしいかと思いますし、卵が入ったりチーズをトッピングしたりするということで味の調整もできますので、辛いの苦手な方とかだったらチーズを入れたりっていうのもいいかと思います。あ、いいですね、全然まろやかになりますもんね。なります。いや、どんどん本当食べたくなってきたんですけどでもそんな中で、まあ、オープンしたのも今年、春日に、ね、オープンしたのも今年ですけど、やっぱりコロナの中でなかなか難しいところもあるんじゃないかと思うんですけど、現状いかがですか？そうですね、やっぱり夜の営業っていうのが今もう全くと言ったらおかしいんですけど、ご利用いただく方が減ってるのは現状です。まあ、お昼に関してはそれなりにお越しになってくださってはいるんですが、やっぱりコロナの影響でお客様の足っていうのは遠のいているなっていうのは感じますね。一方であれですか、このテイクアウトなんかは結構ニーズがある？あ、そうですね、やはり特に夜はテイクアウトがすごく多くなっていると思います。でもさっき平野さんも言ってますけど、レンチンだけでも熱々で美味しく食べれるっていう状況なんですか？そうなんです、以前伏見にいるときはカセットコンロですとかガスコンロで対応できるお鍋を使ってたんですが、実際に IH のお客様とかも増えましたので、電子レンジ今ご自宅にない方ってほとんどいないと思うんですよね。ですので、そしたらたくさんの方のニーズに応えれるように、今は電子レンジで対応できる容器に変えまして、そのまま食べていただいてもいいですし、お家で500ワットでだいたい 2,3 分ぐらい沸騰させていただく、温めていただけるとお店と同じように熱々食べれるようにはなっていると思います。じゃあ1人前ごとこうそのまま温められる器で持ってきてもらえる？そうです、そうです、まあ、テイクアウトなどでね、お家に持って帰っていただいて、うん、蓋だけがちょっとオレンジ対応じゃないらしいので、はい、少しだけこう開けてもらって、はい、そうすると大丈夫だと思います。うん、いいですね、それはありがたいですね、うん、でも今もこう順調にそういう意味ではたくさんお客様に来ていただきながら、そしてなんか9割女性ということで、はい、ニーズにも応えてきてるということなんですけど、今後こういうことをやっていきたいわっていうなんか展望があればぜひ教えてください。そうですね、春日スンドゥブとしては、まあ、今こういったコロナ禍でお客様がご自宅で食べる方が多くなっているのであれば、その将来的にはスンドゥブを使ったパン、スンドゥブパンみたいなのを作りたいなっていう話を今オーナーともしてまして、そういった扱えるような
パン屋さんであったりとか中華料理屋さんでだったりとかっていうのに相談をして一緒にこう開発をしてもらえるような相談もさせてもらってます。でそれから学生女性の方で特に20代の方が多いので、うん、20代の方で学生の方ってやっぱりこうお食事とかもねお金をセーブしている部分もあるので学割プランを考えてみようですとか、うん、あとはまあいろんな味をまあ作っていければなっていうのはやっぱりもともとありますね。で全て一応面白いですね、うん、面白いと思います。結構大学生と話をするといや福山の大学の周りってあんまり学割ってないんですよねって結構言われるんですよ。他の町とかだとなんかこう学生さん割引の飲食店が周りにあったりとかしてっていうような話あるのでニーズあるかもしれませんね。ですね。本当にね学生さんからもこうアンケート取ったらそういうふうな声も聞いたのでできる限りお客様のニーズに応えていきたいっていうのをすごく大事にしてますのでそこら辺はやっていけたらなと思ってます。うん、あとこの春日スンドゥブ以外も秋野グループとして全体で、まあ、やられてることもあると思いますけど何か展望ありますか？そうですね、秋野グループとしては今の、まず一つはこのコロナ禍でハイボールバーペルルーの方は休業させていただいてるんですけどもこちらの方も再開したら今の月に1回ですとか例えばサックスプレイヤーさんを呼んでライブをやったりですとかがあるので今新スタッフで地元のバンドの方がバイトとして入ってくださったので彼らのバンドっていうのもここでライブをしたりですとかあとは、そういったライブを手伝うじゃないですけどいろんな方が輝ける場所の提供をペルルでもやっていきたいですしあとは、秋の白身別邸の方では和文化を特に大事にしてますので私自身もそちらでもう今3年目になってるんですけどお琴の演奏を月に1回させていただいてます。そういった意味で和文化のもののフェスなどもできたらなっていうふうにも考えています。月に一度はいろんなアーティストさんを呼んでの個展なども今開催しておりますのでここら辺もどん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 続けていっていろんな方の紹介もしていきたいです。あとアンカーそうか、アンカーホテルのアンカーバーの方では今ランチの方でスパイスカレーランチをさせてもらってますのでマスターがいつも汗をかきながらカレー作って熱いとか言いながら私たちも出来たてを食べさせてもらってそれをお客様にも提供してます。で最後に先月からなんですけど、紫のベラビスタさんの方に、はい、こちらの方でマスターが今バーテンダーとして入っておりますのでこちらの方のバーの方も皆さんと一緒にどんどん盛り上げていけたらなっていうふうに思っております。すごいですね。いろんな方に活躍の場も提供しながらグループとしてもこういろいろな場所に広がっていってるということで本当に難しい時期ですけどやっぱり飲食店がこう盛り上がってくると地域にも元気が出てくるんでぜひ難しい中一緒に頑張っていけたらなと思ってますのでよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。今夜のゲストは春日スンドゥブ店長の浜岡佳子さんでした。お腹空いてきました。いやお腹空いてきましたね。もう食べたいですね、はい、時間的に、ね、夕飯の時間ですけど本当に、まあ、しっかりワクチン接種頑張って、はい、早く収まるようにしてですね皆さんと一緒に、はい、地元の飲食店で盛り上がれるように頑張っていきたいなと本当に改めて思いました。はい、それでは今夜もお相手は小林美明とアシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。東京の議員会館とレディオビンゴのスタジオを結んでお送りしました。この番組は、興和物産、カネソ22の提供でお送りしました。